音楽ファンの皆様、こんにちは。音楽のこと、フルートのことをさまざまな角度から探求するトーク番組、フルートカフェへようこそ。無意識の世界に広がる壮大な冒険の旅に、生命の息吹であるフルートの音色とともに一緒に参りましょう。この番組はスタンド FM と YouTube 両方で配信しています。音声でお聞きになりたい方はスタンド FM で、動画でご覧になりたい方は YouTube でご視聴ください。今回は音楽の中の即興についてお話ししたいと思います。音を人と共有するときに、その音楽、音の内容を表す言葉として、即興だったり作品、作曲された作品というようなものがあると思うんですけれども、その音楽の内容は大きく分けて今お話しした2つ、作曲家が作曲した作品で再現性のある作曲作品、それから再現性のない即興の作品と大きく分けると、この2つの分野に分けることができます。作曲、コンポジションは作曲家が意図を持って作った作品ですね。演奏家が作曲家の曲を再現するときは、作曲家のどういう意図があるのか、それに寄り添うような内容を目指して演奏します。同じ時代を共有できない過去の作曲家の作品を再現する場合は、その解釈、演奏家による解釈が重要になってきて、その解釈のことをインタープリテーションっていうんですけれども、誰がインタープリテーションした誰の作品なのかというような形で、作曲家とその解釈セットで上演の時重要視されることが多いです。即興の場合は事前に準備された作曲とは異なるので、演奏家の感性が重要になってくるんですね。今回はその即興についてフォーカスしてお話ししてまいります。まず即興演奏って何なのかなと思った時に、例えば今日は即興で演奏しますって言った時に、一体どうなってるの、一体この人たちは何やってるんだろうって思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。で、即興っていうのはその場の雰囲気でできるから簡単にできるんじゃないのと思いになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。で、実際アイディアそのものが重要になってくる分野ではあるので、全然即興の経験がない人が即興演奏をやってすっごく面白くなることもあるんですけれども、でも実際それを長続きさせようと思うと、集中力が切れてしまったり、こう中身のあるしっかりした内容にするためには、やはり相当な経験と技術が必要になってくる表現方法になっています。即興演奏にもいくつか種類があるんですね。自由なはずの即興なのに種類があるっていうか、傾向ですね、があるっていうのもなんか変な話なんですけれども、でも少しそこについてお話ししていきたいと思います。まず西洋クラシックの中での即興というのがあります。作曲された作品の中にも実は即興の要素って結構あるんですね。バロックの音楽やクラシックのカデンツァは演奏家が自由に作るところがあったりします。完成度が高い作曲された作品でも、演奏する奏者や場所が変わることによって、毎回 100% 同じ内容を再現するっていうことは人間が演奏している限りは無理ですよね。そうなってくると、特に過去の作曲家の場合、時空を超える必要もあるし、その場所や実際に演奏している人、そういうものをつなぐ要素として、今ここにこの瞬間にいるんだよということを伝えるためのこう接着剤のような役割を、その即興の部分で表すことができるんですね。人間が演奏している限り 100% 同じものは再現できないという観点において、即興と作曲っていうのは完全に切り離して考えられるものではなくて、バランスに揺らぎはあって、作曲の方の要素が多くて即興の部分が少ないとか、そういうことはあると思うんですけれども、でもお互いが補完し合う関係にあるということができると思います。では作曲の要素を一切持たない即興というのは可能かどうか考えてみましょう。
例えばオリジナルの自作楽器を使って何か新しい方法を開拓していくというような場合は限りなく可能だと思うし、私のようにフルート、伝統的な楽器を使う場合は楽器の構造を超える演奏はできないので、何かその楽器の構造から結びつくその歴史的な背景みたいなことが出てきてしまうこともあるんですけれども、それでも作曲にはならないと思うんですね。なので自由即興は独立したポジションにあるということができます。もう一つ、ジャズなどのように形式がある楽曲の中での即興というのがありますね。ジャズの即興はアドリブなんてみんな言ったりするのを聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。アドリブの語源はアドリビタムというラテン語から来てるんですけれども、元の意味は As one's pleasure、心が喜ぶままにとか、 As you desire、 思うがままというような意味があって、よくこう書いてあるものではアドリブは自由にっていうふうに訳されていることが多いですね。言葉の意味としてはインプロビゼーション、即興とアドリブっていうのは一緒と捉えて良いと思うんですけれども、実際現場感覚としてはアドリブというのはジャズとか何か形式があるものの中での即興、それに対してインプロビゼーション、インプロなんて呼んだりしているものは形式がない形の自由にどこを参照してもいいというものが自由即興、インプロビゼーション、そしてアドリブとインプロっていうのを使い分けているような印象があります。音楽以外でも、例えばドラマや映画の撮影などで、あそこの部分は俳優のアドリブでやったんだよなんていう話を聞くこともあると思うんですけれども、そういう感じで台本や脚本があるんだけれども、一部分そこに書かれていないことを即興的にやったというような場合もアドリブという感覚になるんじゃないかなと思います。それに対して自由即興っていうのは一切脚本も台本もなくて、その場で作り上げていくという、そういう使い分けのイメージです。ジャズの中の即興でもスタンダード曲の即興とはまた違う即興の種類が一つあって、フリージャズというのがありますね。フリージャズというのは1950年から60年の間にオーネット・コールマンらが始めた新しいムーブメントなんですけれども、ジャズというのは先ほどお話ししたように形式があって、リズムやメロディーやハーモニーがある形式があるんですけれども、そういうものを取り払って即興の部分だけにフォーカスして何か新しいことができないかということがフリージャズのムーブメントです。で、それまではそういうことが一切なかったので、もう革新的な動きだったんですね。ただインプロビゼーションとじゃあ何が違うのというところなんですけれども、枠がないという点においては全く一緒というふうに言うことができると思うんですね。で、何が違うかというと、ジャズのルーツを持ってそれをキープしたまま何かこう新しいものを開拓したいという動きがフリージャズと言って良いと思います。私の場合は自分の表現の核としてジャズは確実にあるんですけれども、即興する時というのはもう少し広い、より広い参照範囲でいろんな情報を持ってくるので、フリージャズというよりかは即興という側面が、インプロビゼーションですね、即興、そういう側面が強いかなと思います。フリージャズというとやっぱジャズの枠の中に入るジャンルのことを指すということですね。日本の伝統音楽に即興の要素があるのかということもちょっと見てみたいんですけれども、実は能とか狂言といった伝統芸能はかなり即興のパートが多いんですね。実はその場の空気感に反応して何かその場で面白いものを生み出すということは、とっても肌なじみのいい表現方法だったりするんですね。私が体験したもう一つの即興の現場、イギリスのロンドンの即興シーンで活動していた時期があるんですけれども、ロンドンの即興シーンについて少しお話ししたいと思います。10年ほど前ロンドンの即興シーンで活動してたんですけれども、そこで出会ったミュージシャンでテリー・デイという即興の大家がいらっしゃるんです。で、テリーの音楽っていうのはメインはドラムなんですけれども、自作の笛を吹いたりアルトサックスを吹いたり自作のリリックを朗読したり、もう全ての行動が音楽的で、もう存在自体がもう音楽、もう人間じゃなくて音楽みたいな、そんな
方なんですけれども、そのテリーから聞いた話でなるほどな、面白いなと思ったことがあって、今私たちが自由即興、フリーインプロビゼーション、即興インプロと呼んでるものは、実は1960年代頃にテリーたちが生み出した表現方法なんだよっていうことをおっしゃってたんですね。で、なるほどなと思って、ちょうどやはりそのアメリカではフリージャズのムーブメントが起きていて、先ほどお話ししたようにフリージャズというのはジャズのルーツを持つミュージシャンたちがやってる音楽なんですけれども、世界中でやはり同じようなメロディー、リズム、ハーモニーの枠を取り払った表現っていうのはやはりこうみんな開拓していて、その流れがロンドンで起きていたものがインプロビゼーションと今私たちが呼んでいるもので、テリーたちは People Band というバンドでそういう音楽をやって、かなりその受け入れられてたというか認知されていたということなんです。フリーインプロビゼーションでおそらく有名な、最も有名なミュージシャンのうちの一人がデレク・ベイリー、ロンドンで活躍していたギタリストの方なんですけれども、デレク・ベイリーよりも先に People Band がそういうアイデアを打ち出したんだよってふうにおっしゃってましたね。そんなテリーたちピープルバンドがやっていたライブ活動の一つで、コンティニュアスミュージックっていう考え方があって、コンティニュアスっていうのは時間的、空間的な切れ目がなく常に続いていくという意味なんですけれども、コンティニュアスミュージックというのは私たちこの生きているこの肉体の周りに全て常に音楽が存在している。で、パフォーマンスとして音楽を表現するときは、たまたま自分のその周りにも常に流れている音楽のうちのどこか一箇所にフォーカスして、それをピックアップして取り出してパフォーマンスするっていうのがコンティニュースミュージックっていうことの考え方。例えば、ラジオのチャンネルにフォーカスするような感じで、自分のこの周りにも常に流れている音楽をたまたまピックアップしてそれを出すという考え方なんですね。で、これすごく面白いコンセプトだと思うんですけれども、ただそのどこが始まりでどこが終わりっていうことをこう定義づけるのが難しいので、ライブパフォーマンスもいつ始まっていつ終わったのかっていうのが分かりにくい。そして演奏者とその聴き手の境目とか、どこまでが舞台でどこまでが舞台じゃないのかとか、いろんなその境界線が変わってくるのがそのコンティニュースミュージックの面白いところだと思うんですけれども、なかなかやはりその混沌とした内容になることも多かったそうで、すごいいろんな面白いパフォーマンスがあったらしいんですけれどもね。で、そういう活動を経てどんどんそのインプロビゼーションっていうのは洗練されていくし、こう混沌と秩序を繰り返してどんどん進化していったっていうのがインプロの面白いところだなと思っています。実際テリーの音楽は本当にもうバリエーションとしてはすっごいいろんないろんないろんな語法を持っていて、さらにもうめちゃくちゃ洗練されていてかっこいいのでね、機会があったらぜひ聴いていただきたいなと思います。そんなロンドンの即興のシーンで出会った、また私の音楽体験の中ですごい重要な出来事が、即興のオーケストラに入ったということなんですね。即興のオーケストラというのは即興のオーケストラということではなくて、即興ができるミュージシャンが集まって行うオーケストラということなんです。で、この方法を確立したのが1985年にアメリカ出身のミュージシャンブッチ・モリスが開発した方法なんですけれども、コンダクションといって、指揮によってアンサンブルを構成していくんですけれども、指揮はよく整理されたハンドサイン、それから伝統的な指揮のテクニックを合わせたような表現方法なんですけれども、ブッチ・モリスはもともとジャズのトランペット奏者で素晴らしい音楽家なんですけれども、ジャズの親密な、すごい緻密に組み合わされたアンサンブル、即興的に生み出されるその親密な緻密な様子っていうのを何か大きな編成でできないかっていうことを考えているうちに、このコンダクションということが編み出されたんですね。指揮者の采配があるので、即興していて混沌の状態になってしまっても、こう収拾がつかなくなるということもないし、実際その指揮者の指示はあるんですけれども、演奏の中身はそれぞれ参加する即興ができる奏者が決めるので、その即興と作曲のいいとこ取りということもできると思います。
いろんな違う音楽的背景、例えばロックだったりヒップホップだったりジャズだったり現代音楽だったり、どんな背景を持っててもよくて、即興ができるということが、即興的マインドを持ってるということが、そのオーケストラに参加できるということなんですけれども、ですのでその音楽の中身っていうのはもうかなり面白くなるんですね。でブッチ・モリスがそのコンダクションの方法を確立してから、それを全世界に広めるツアーに出るんですね。でそこで世界中に即興オーケストラっていうのが生まれるんですけれども、そのうちの一つがロンドンインプロバイザーズオーケストラで、で私もそれに参加して、その指揮の方法だったりとか、どうやってアンサンブルを構築するかっていうことを学んだんですけれども、それ自分の音楽人生においてすごい重要なことだったなと思っています。その体験をもとに日本に帰ってきて、コントラチェロの岡本マレスケさんと共に東京インプロバイザーズオーケストラっていうのを結成して、しばらく活動してたんですけれども、やっぱりすごく面白かったですね。友人のドイツの芸術家のウォフカン・ギオグストーフ氏が言ってたんですけれども、彼はベルリンインプロバイザーズオーケストラに所属していて、で即興のオーケストラっていうのは理想の社会の縮図であるということをおっしゃってるんですね。で、あ、なるほどなと思って、それは実際自分が参加していても思うんですけれども、やっぱりいろんなバックグラウンドを持った人たちが集まって、自分の心の底から出したいと思う音楽、音を出し表現をするということをやってるんですけれども、自分の隣に座っているその自分とは全く違う背景を持つミュージシャンへのリスペクトもすごいんですね。で自分が想像もしないようなことが起きて、それに対して自分は何ができるかなとか、その相手をリスペクトしながら自分もどんどんこう創造行為をしていくっていう、で最終的には一つのアンサンブルの形としてアウトプットしている、すごくね、いいことで、あ、社会がこういうふうに機能したらみんな幸せになるんじゃないかなってやってて私も思いました。即興の種類っていうのは今お話ししたようないくつかのパターンがあって、なんとなく全体像が掴んでいただけたら嬉しいなと思います。私の人生の音楽人生の中で素晴らしい即興体験っていうのは何回もしてるんですけれども、その中でも特に印象に残っている人生を変えた即興体験ということを2つお話ししたいと思います。一つは先ほどお話しした東京インプロバイザーズオーケストラを立ち上げた時に、ロンドンからテリー・デイが来日してくれて、で一緒にそのコンサートを行ったんですね。即興のオーケストラっていうのは指揮者が一人ではなくて、何人指揮しても曲ごとに指揮者が変わってもいいんですけれども、やはり難しいところはその指揮者の技術とか、その指示する様子と実際に演奏する奏者がどこまで自発的に音を出してアンサンブルを作っていくかということが、その指揮者の指示と演奏者の自発性のバランスっていうのが実際やってて難しいなって思って、まあ、そこがまた最高に面白いところでもあるんですけれども、コンダクションは基本的にはブッチ・モリスのやり方を踏襲してるんですけれども、指揮者によって少しずつ方法が違ったりとか、まあ、独自の解釈でとかアレンジをプラスすることもあるんですね。なので大体その指揮者が変わるごとに、指揮者がこうオーケストラの前に来て、自分はこういうふうに指揮をしますみたいな説明をしてから実際にやっていくことが多いんですけれども、でテリーが指揮をする場面になって、でテリーがどういうふうに指揮をするかっていうことを話し始めて、で私はそれを通訳してたんですね。ところがそのテリーはもうその話すこととか、もう行動が全てがもう音楽的なので、何かその話し始めて一言二言こうお話を始めたら、なんかその時参加していた横川忠彦さんという、もう素晴らしいバイオリンの方がもう私の通訳を待たずにもう音を出し始めたんですね。で、ああと思って、でみんなどうするのかなと思って、でもうテリーがまた説明続けるかもしれないし、ちょっとどうなるかなみたいなこう様子見の瞬間があって、でもそのテリーとその横川さんのその反応がもうあまりにも音楽的で、でもうなんか誰からともなくみんななんかこう反応して音を出し始めたんですね。本当はその説明の時間だったはずのところが、でなんかもう素晴らしいことが起きてて、そしたらもうテリーがそれに反応してどんどんもうこう指揮を始めて、でみんなその心の底から出したい
と思う音を出して相手の音を聞いてテリーの指示でどんどんワクワクするような展開が起きるみたいな、もうすごい状態になって、それがもうアンサンブルとしてもうめちゃくちゃかっこいいものになってるっていうような体験をして、で何が一番即興的だったかっていうと、そのもう自分の人生の中でも一番素晴らしいぐらいのアンサンブルだったんですけれども、それがどういう内容だったのか一切覚えてないっていうのが、まあ即興ならではのもう本当その場だけのすごい体験だったんですけれども、でもそのテリーの説明から横川さんのバイオリンからこうみんなが入ってってみたいな、その崇高な流れっていうのはもう強烈な臨場感で自分の中でもいつでも呼び出せる感覚として残っています。もう一つの強烈な即興体験っていうのは2012年にイギリスの素晴らしい即興演奏家ビオラ奏者のベネディクト・テイラーとインドのコンテンポラリーバンドケンドラカという3人組のすごい面白いバンドがあったんですけれども、そのベネディクト・テイラーとケンドラカと私でマレーシアにインド日本というアジアツアーを行ったんですね。で基本的にはそのケンドラカの音楽、ケンドラカの音楽っていうのはコンテンポラリーヒンドゥーミュージックとジャズが合わさったような面白い音楽で、即興の部分もあるし曲の部分もあるみたいな音楽だったんですけれども、でリズムがめちゃくちゃ面白い、こう13と2分の1拍子とかもう、こう信じられないようなリズムをどんどん展開していく面白いバンドだったんですけれども、でずっとそれで3カ国ツアーしてて、で、まあ、それはそれですごく面白かったんですけれども、で私とベネディクトはもう即興の背景があるミュージシャンたちなので、何かその完全自由即興も一回やってみようよっていう提案をして、でそのケンドラカの3人もあいよやってみようって言って、ケンドラカはベース、ギター、ドラムなんですけれどもね、それでやってみようということになって、で私とベネはもうしょっちゅうやってるので、じゃあ私たちはデュオでやって、でケンドラカはトリオでやって、それぞれが完全即興をやるっていうステージをやろうということで始まって、で最初私たちのデュオからやったんだけど、私たちのデュオはうまくいって、でそこからケンドラカの番になって、でケンドラカの自由即興っていうのは聞いたことがなかったから、こうすごい楽しみにして待ってて、で始まったな、昨日まで演奏してた曲を普通に演奏し始めたんですね。誰いつ即興が始まるのかなと思ったら、最後までもうずっと曲を演奏して終わっちゃったんですよ。であれ即興するって言ったのにと思って、内容はすごい良かったんだけどあれと思って、で終わった後にあれ即興するって言ったよねって言ったら、え即興したじゃんって言われて、えっと思って、でもうその即興したじゃんっていうその答えがもう迷いがない感じだったんですね。だから多分なんか冗談じゃなくて本気で自分たちは即興と思ってこの曲をやったんだということだったんですけども、そういうふうに言われた時になんかすごい納得してしまって、で音楽の本質は私たちがパフォーマンスをするときにこう何のために音楽をやってるかっていうと、そこに自分たちがいる空間と聴いてくださるそのお客様と演奏者と空間がこう完全に一体化するということが目的としてやっていて、でそれがもしもその曲でも即興でもそれが実現できればそれがなんか一番いいということ、あとはまあ今まで体験したことのないような世界を体験したいとかそういうこともあるんですけれども、でもまあその演奏する方が今自分ができる最大のパフォーマンスがこれ でその空間に反応して演奏した結果がこうなったっていうのであれば、それが即興だって言うんだったら、演奏者がそういうふうに言うのであれば、それは即興と言ってもいいんだろうなって思ったんですね。その西洋クラシックの即興にも通じるところでもあると思うんですけれども、即興作曲っていうのはやはり完全に分離できるものではなくてバランスの中で存在していて、でどちらでもとにかくその空間にとって一番ふさわしいものをパフォーマンスするということが私たちがやるべきことなのかなということをその時思いました。今回の即興についてのお話なんですけれども、結論としては、まあ、即興でも作曲でもかっこよくて気持ちよければどっちでもいいじゃんっていうのが
まあ、結論なのかなと思ってるんですけれども、今回その即興についてお話ししようと思っていろんなインターネットの記事を読み返してみたんですけれども、そしたら私がその即興を始めた頃、まあ、今から20年ぐらい前ってまだちょっとそのわからないもの、新しい表現ってやっぱりその怖かったりとか知らないっていうことがあるので、その即興ってそこまで普及してなかったっていうか、まあ、ちょっとアンダーグラウンドの要素もあったし、即興ってよくわかんないっていうような意見も聞こえてきたんですけれども、今いろいろ見てみたら全然その即興に対するネガティブな記事っていうのが出てこなくて、で何かがワクワクする新しいものというような記事、そしてやっぱ技術が必要なものなので、どうやったら即興をやったらいいのかっていうような記事とかもたくさん出てて、あ、その即興全体に対するその認知が深まったっていうことと、あとリスペクトがあるということがその分かってね、なんか良かったなと思っています。即興ってもうめちゃくちゃ楽しいので、ぜひね皆さんいろんな場面でやってみてほしいなと思います。またそれをねパフォーマンスとして成立するところに持ってくるっていうことはなかなか難しいんですけれども、でもそれもやりがいがあることですので、私もなんかいろんなワークショップとかでやったりすることもあると思うので、また見かけたらぜひ参加していただけたらと思います。即興が受け入れられた背景のもう一つの理由は、電子楽器が普及することによって楽譜を使わない音楽っていうのが増えてきてますよね。でテクノとかアンビエントとかそういうジャンルが普及していることも、その即興に対するリスペクト、認知が広がる理由の一つなのかなと思ったりしています。ロンドンの即興の現場ではスポンテイニアス、自発的、アンプレディクタブル、予測不可能な、そしてエクスペリメンタル、実験的なというような言葉をよく聞きました。即興現場っていうのは本当に何が起きるかわからない、ワクワクするような展開が次から次に起きるんですね。なので聞く方も参加する方ももちろんですけれども、オープンな気持ちで参加するとよりその効果が得られやすい、そしてそれが次の日常の楽しいことに結びついていくのかなと思っています。私もまたこれからどんどん新しいワクワクするような音をお届けしていきたいと思っています。では今回のフルートカフェはこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。